こんにちは。プロマンティークのユーミット。キューティーです。本日は巣鴨に来ております。今日はなんと初の試み。試み？試みですね。コラボをやっとね。初の試み。古着のね、YouTube といったら、もう知る人は、あ、知らない人はもういない。知る人は知る。知る人は知らない人はいない。知らない人はいない。タムさん。どうもタムです。コラボです。いや、その恐れ多いです。恐縮です。連絡いただいてありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。インスタグラムで僕たちの、プロマンティック見てる方々、結構、ストーリー投げてたんですけど、そうです。ついに。タムさんと、いや僕もついにって感じですけどね、本当に今日というこの日を非常に楽しみにしてました。楽しみですね。今日もいつも来てるモニタリーの、そうですね、よく来てるやつなんですけど、モニタリーのパッチワークです、ね、あ、モニタリーなんですね。そうなんですよ、全部切り替えで、ポケットとかもパッチポケット、僕こういうパッチワークがやっぱり好きなんでよく来てるんですけど、だから全然2人の多分スタイルとは違うと思うんですけど、どっちかというと、いい意味で、いい意味で本当にそれが楽しくて、それでお呼びさせてもらったというか、声かけさせていただいたというのがありますよね。本当にありがとうございます。いや、こちらこそ、ありがとうございます。それではじゃあ、タムさんの、はい、自己紹介。自己紹介。タムさんとは、タムとは何ぞや。タムとは、タムとはそうですね、二人とどう違うのかっていうのを話したいと思うんですけど、いいっすね、いつもの感じっすね。いつも YouTube 見てるやつだ。あ、そうです。古着は軸なんですけど、ただ古着ファッションっていう大きな中で その軸っていう考え方なんですよね。まあ、古着で言えば、まあ、レギュラーが中心に最近はやってますね。当初は本当にお二人まだ行かないですけど、例えば王道のサービスシューズやってみたりとか、何やったんですかね、あんま覚えてないですよね、僕の動画とか。M65 とか、あ、M65、あ、アメリカ軍系もやってました、ね、アメリカ軍ばっかり最初やってたんで、どっちかというとお二人のような感じで、まあ、その鋭いというか、一点突破って言い方あれですけど、割とヴィンテージの王道をめっちゃ狙ってる感じでしたね。でも、はい、どういった経緯で YouTube を始めたんですか？経緯自体は、なんか手段は何でもいいと思ってたんですよ。あ、まあ、自分とりあえず発信をしたいっていうのがあったんで、でそれで YouTube 選んだと。そうですね、ではもう発信活動したいっていうところから、まあ、これ全然隠さず言いたいんですけど、まあ、古着もその手段やと思ってたんですよね。確かに。で古着も手段ですし、 YouTube も手段だったんですけど、自分の発信をとにかくしたいっていうのがあって、まあ、そこが原動力にはなってますね。で、まあ、その発信活動の中で必要に影響を与えれる存在になりたいっていうのがあるんで。そうですよね。そうですね。で、それが形でも何でもよかったんですけど、今自分の中であるそういうスキルって何なんだろうって思った時に、その中で古着だったっていうか、だから多分入りはその2人と全然違うから面白いんですよ、そうですね。見せ方もやっぱり、見せ方も全然変わってくるんですよね。入りが違うと、そうですよね。だどんだけ提供できるかっていうのを僕考えてやってるんですけど、多分2人ともなんていうんですかね、自分の情熱を伝えて結果的に後からついてくると思ってるんじゃないですかね。そうですね、確かに。僕はもう影響力を与えたいっていうか、まあ恐れ多いんですけど、そういう考え方で今までやってきたんで、だから今スタイルも全然違うっていうのは多分そういうことではあると思います。うん、それが古着の面白さですよね。面白いですね。なんか古着っていうジャンルが一つあって、それをどう切り取るかによってやっぱり自分たちのファッションも変わっていくし、伝えるものも変わるし、ね、そうなんですよね。やっぱり服の面白さだよね。まあ共通していることはみんな服が好きっていう。そうだね、間違いない。服が好き。もうそれを突き詰めてったら、服でそのね、よりみんなをね、ね、なんかこうよ、まあ良くしていきたいっては違うな。ヴィンテージでなんか面白いって言ってもらえれば、僕たちはそれでいいっていう。そう、あ、そう、古着の楽しさをね、より知ってもらえたら、そうそうですね。嬉しいですよね。古着から離れちゃう人もいるしね。いや、そうですね。だから古着、まあでも2人、割と意外でもないですけど、なんていうんですかね、まあ、僕はその古着もあくまで手段として、なんか、その後に面白いことがあったりとか、広がりがあるって思ってたんですよね。で、そこもお二人そのいうふうに考えてるっていうのを聞けて、さっきはやりたいこといっぱいありますもんね、お互いですよね。から、まあ、まあ手段ではあるんですけど、相当強力な手段やとは思ってるんですよね。なんかそれだけ力があるというか、古着には。だからどういう、まあ、今までの趣味の中でも本当に一番ぐらい楽しいと思ってるん でそれを突き詰めていった後に何があるのかっていう楽しみがあったりとか、だからそれが今のやりがいでやってる感じです。
やっぱ結構僕たちがあのそれこそ YouTube 始めたきっかけもやっぱタムさんのチャンネル見てなんですよ。やっぱ面白いなと思って、まあ、僕たちもこんなことできればなと思って始めて、まあ、こうやってコラボを、ね、してることでしてるってだけで結構嬉しいんですけど、いやいやいや、でもそれとなんかやっぱりタムさんってなんかどんな感じで服を好きになっていったのかなっていう。ああ好きになる。きっかけはでも一人の先輩がもう完全にその人きっかけなんですけど、だからなんかそういう環境に属していたとか、まあ例えばコミュニティに属していたわけでもないんで、だからこそまあ YouTube やりたいって初めて思った感じですかね。その先輩っていうのはなんか大学の先輩ですね。大学先輩ですね、完全に。やっぱ大学大学でいい出会いありますよね。いやありますよね。勉強したかって言われたら知らないですよね。知らないですね。何もそうですね。勉強っていう意味ではもう完全に単位取ろうぐらいのレベルだったね。お互いなんか服をとりあえず突き詰めた。いやそうですね。趣味にもうとことん行ってた感じなんですけど。じゃあその先輩っていうのも、古着が好きだった。古着で古着屋さん。古着屋さんで働いてましたね。なるほど。そうなんですよ、京都の古着屋さんで働いてて。いい出会いですね。いい出会いですね。タムさんは京都出身なんですね。あ、そうそう。あ、そうそう。意外な関東って思ってた人めっちゃ多い。めちゃくちゃだって標準語だし。ああ、だからなんですね。そう関西なんですけど、まあ、地元は前金沢石川なんですけど、まあ、石川はまあ古着とかも、まあ、そんなに盛り上がってはないですけど、盛り上がってないというか、まあやっぱり店がないって感じ。お店さんも少ないは少ないですね。まあ、全国規模のレベルのところがあるんですけど、でもまだ小さいんで。なるほど。でまあこっち関西に出てきたらやっぱりいろんな発見というか、やっぱりそういう一人の先輩からつながっていって。服好きは服好きを呼びますよ。いやそうですよね。ですね。でやっぱ結構その古着の中でもやっぱりそのコミュニティっていうのが結構情報っていうのもやっぱ結構閉塞的になるからこそ、やっぱトムさんみたいな感じで YouTube で古着を切り開いていくっていうのは、はい、なかなかやっぱりあの本当にうまいなって思って。いや嬉しいですね。見た瞬間思いましたね、本当に。いや本当になんか言わしてる感があるんですけど大丈夫ですか。全然ちゃんと本心で思ってます。嬉しいですね。でファッションっていう大きな括りの中だったら、はい、まあそれこそYouTube あんま見ないですけど、まあ、ゲンジとかハズムとかいう名前は固有名詞は聞いてたんですけど、いざ見てみたら、まあ、意外と結構なんだろう、訴求効果っていうのが非常に YouTube っていうそのチャンネルが強いのかなっていうのをすごく感じてて、影響力は本当にありますよね、うん、ありますね。訴求性はめっちゃ高い、うん、だからこそやりがいあると感じてるんですよね。で言えば、まあ、そのまあいい悪いとは言わないんですけど、やっぱアナログ、まあ、古着が好きな人は割とアナログで、まあ、その現地での出会いを大事にしたりとか、古着屋さんで直接話してそこ得られる情報とかを大事にされると思うんですけど、僕そこに対しては結構デジタルな視点を持ってるんで、うん、そこはやっぱり強いですよね。多分まあ面白い、お互いやっぱり結構そこが多分アンテナ張ってると思います。張ってるから、ね、ありがたいことに、まあ、ですよね。そこ、まあ、いい悪いではないんですけど、僕はデジタルの力もすごい感じてるんで、今の時代だからこそできることであったりっていうのは、そういう一人の先輩からきっかけになったっていうのはあるんですけど、その一人の先輩の存在にその YouTube 内になれるんじゃないかって思ったんですよね。おー、なるほどなるほど、はい、でそれが、まあ、1000再生されたとすれば、まあ単純計算、まあ、1000人見てないとしてもな、ま、例えば200人ぐらいもうそれが見てるって思っただけで、もう中学校全校生徒くらいが見てるっていう感覚なので。それ面白いですね、そういう視点。そうなんですね。そう考えると面白いですよね。だからもうその影響を与えるツールとしては本当に最強だと思ってるので。ちなみにタムさん始めたのがいつ頃なんでしょう。もう丸1年ぐらいなんですよ。ああ、なるほど。1年、ちょうど1年ぐらいですね。このタイミングぐらいで始めて、で、1、2ヶ月はそういう古着結構テリでもないですけど、王道系、ヨーロッパ系もちょっとやってたりはしたんですけど、1週間に1本とかぐらいのペースのペースでしたね。だから頻度上げていきたいんですけど、はい、今これからって感じですかね。じゃあそうやって今 YouTube で活動されてるじゃないですか、はい、そういった中であの YouTube でやる動画をやるモチベーションってやっぱり何だと。モチベーションはもう完全にやっぱり反響っていうんですかね、あコメントくださったりとかする方、そこが原動力にはもう本当になってますよね。本当にありがたいですよね。いやありがたいですね。見てくれる方がいてです、ね、僕たちがやっぱりあるので、ね、そうですよね。でまあそのそうですね、で多分そこのモチベーション1個多分違うなって思ってるところあるんですけど、うん、まあその情熱をなんて古着の本当にそこから好きじゃないですか。そうですね、僕たちやっぱりその僕たちの趣向性というか、うん、僕たちの味方でしかみたいな近いですね。ちょっと結構、ね、なんかわがままじゃないですか。いやいやいや、それがなんかやっぱり癖をしてるのかなっていうのは。
癖はもうよくよく言われるんですけど癖でやってるわなみたいな情熱だけでみたいな。だけどやっぱりタムさんだと僕はどっちかというと、まあ、その視聴者さんがいかに楽しんでくれるみたいなのを考えてるんですけど、だから後からそれがついてくる人たちで僕はそれが真似できないんで、それを考えて考えてやった結果っていう、なんで今 めっちゃ瞑想はしてるんですけど。あ、そうなんですか。で好きなことをやりまくる、まあ、いや好きでやってるんですけど、やっぱりそれ以上にその視聴者様視点っていう、そうですね、反響どれだけ得られるかっていうのをめっちゃ考えてやってるんで、そこはもう隠さず言いたいところでありますよね。どれだけ反応が来るかっていうのは結構本当に僕たち発信者側からしたらやっぱり楽しいところですし、やっぱり目に見えるそのデータというか、うん、情報ですし、例えばこのフランス軍のやつやっても、フランス軍の同じジャンルの中でも例えば M52 ってチノパンが跳ねたりとか、意外とモーターサイクルとかがあんまり跳ねないとか、そういったなんか結構面白いですよね。なんでみんなこっちをクリックして見るんだろうみたいな、視聴時間を見ても思いますし、まあ、ジャンルで言えばそんなに、まあ、変わらないって失礼ですけど、まあなこれがなんで何の差があるのかって言われたら分かんないですよね。結構それ考えるのが楽しいですね。楽しいですね。あそこ共通できてるのはすごい嬉しいですね。嬉しいですね。嬉しいです。この楽しい結構やっぱり意見ね、意見があるっすよね。ありますあります、ね、あります。本当に嬉しいことに。やっぱかぶさってる部分があるかこうやって話せるんですけど、でもやっぱりその違う部分もあったりで、すごい刺激的です。そう、いい意味でやっぱり本当にお互い競争し合わずに共鳴し合ってできるのかなっていうのが多分僕たちの強みなんじゃないのかなって思います。本当に。いやで今回から、じゃあ次行かせてもらうお店さんも、まあ、2人に紹介していただくようなお店さんで、だいぶ楽しみですね。いや本当にもうその後お店の価値ってやっぱその人で決まると思うんですよ。正直僕たちがこんなヴィンテージを押し出してるんですけど、やっぱり人なんですよね。誰が見せるか、誰が作るかとか、誰が買い付けるかで服っていうのが見え方全く違うと思うんですよ。そうですね。だからこそ結構次僕たちが紹介するお店は皆さんもぜひ行ってほしいところです。私僕らが今いるここ、東京の巣鴨、ここでもうすぐ、ね、歩いて5分ぐらいですぐ行けるので楽しみですね、うん、そうですね。で2人のなんていうんですかね、がっつりヴィンテージって感じではないですか、うんうん、そこをなんかなんていうんですかね、そこに対してもうなんかそういうめちゃくちゃいいお店あって感じられてるっていう、まあ、どういうところにあるんですか。やっぱ人のところだったりとか、ね、でお店としてかっこいい。そうですね。いや楽しみですね。楽しみですね。とりあえず次行ってみたいと思います。でその後またもう一本ちょっとね考えてるんでちょっと待ってください。それでは、これから古着屋に行っていきたいと思います。お願いします。楽しみましょう。今日はお願いします。それでは